リチャード・ノーマン・パールは、ニューヨーク州出身のユダヤ系アメリカ人。米国のネオコン政治家、ロビースト。性敵から、ザ・プリンス・オブ・ダークネスの二つ名を立て祭られている。民主党員でもあり、現在は、マルセイユ在住。1974年のジャクソン・バーニック法機草者で、ある。ニューヨーク州、ニューヨーク市に生まれ、ロサンゼルスで育ち、南カリフォルニア大学より、 英文学の学士号を1964年に区修得。ロンドンスクール・オブ・エコノミクスに留学し、プリンストン大学から政治学の修士号を1967年に修得する。元は民主党支持者で1969年から1980年までは民主党の大祖強硬派として知られたヘンリー・ M. ジャクソン上院議員の補佐官を務めていた。レーガン政権で 国防次官法を務め、1987年から2004年まで国防総省の諮問機関である国防政策委員会のメンバーであった。2001年から2003年までブッシュ政権下で国防政策委員会委員長であったが、イラク戦争中に死の商人のアドナンカ将棋との癒着が発覚。道義的責任を取る形でパールは同委員長を辞任した。 アメリカ新世紀プロジェクトのメンバーであり、ブッシュ政権の思想基盤の提供者とされた。イスラエルで相当な時間を過ごしており、保守的なリクードの支持者と見られており、ベンヤミン・ネタニヤフが最初に首相を務めた際には、補佐官を務めていた。ポール・ウォルフォウィッツと共に、イラク戦争の急戦法でもあり、サッター・ムフセイン政権を数ヶ月で破ることができると、主張した。 サターム追放後の主犯として、アフマド・チャラビーを考えていた。フセイン政権それ自体の打倒は1ヶ月も経たない、うちに成功裏に終わる。同戦争に関しては、肯定的な立場を崩さない一方、大量破壊兵器上、北朝鮮の核の脅威に対しては、バビロン作戦を参考に、ヨンビョン等の核施設への限定空爆に言及している。 パールは前期の通りザ・プリンス・オブ・ダークネスというあだ名で恐れられている。このザ・プリンス・オブ・ダークネスとはイエス・キリストの損傷の一つザ・プリンス・オブ・ピースの対語で悪魔王・サタンの別名である。要するにパールを悪魔王・サタン扱いしているわけである。ありがとうございます。